にちは、野中恒博です。今日はですね、ビッグトークにチャレンジしてみたいと思います。ビッグトークというのは、スモールトークの対になっている言葉ですね。スモールトークというのは、世間話とかゴシップとかですね、そういう、表面的な話なんですけど、ビッグトークというのは人生の深いところについてね、話し合う大きなトピックをね、扱うわけで、それをビッグトークというわけですね。それを行うためにビッグトークカードというのをね、引いてみたいと思います。はい、これがビッグトークですね。ビッグトークカードです。この中には80枚以上のカードが入っていて、それぞれのカードに質問が書いてあります。それを引いてみたいと思います。はい、私が引いたカードはこれです。 What is the most spontaneous thing you've ever done?つまり、あなたがこれまでにしたことで最も自発的に、したことは何ですかという質問ですね。そうですね、人生の中で最も自発的にやったことは何かということですね。そうですね、人間誰しも価値観があるわけですね。異なった価値観、それによって一番大切なこと、2番目に大切なこと、そして全然大切じゃないこと、いろんなね、階層のヒエラルキーがあるわけですけど、人間は自分にとって優先順位の高いことであれば、よりね、自発的にできるっていうことですね。そうすると、私が人生の中で一番自発的にやったこと、他の人から強制されなくても、他の人から見たらなんか、なんであんなことやるんだなってことであっても、自然にね、できてしまうことは何かという質問にね、置き換えられると思うんですね。そうすると、私の優先順位の高いところは、やはりね、この毎日私はオーストラリアの小学生に対して向き合っています。つまり、教えることが、私にとって優先順位の高いことなんですね。でも最近は教えると言ってもですね、あまりその一方通行に教えようというね、そんな意識がなくなってきたんですね。教えるってのはつまり生徒たちが、子どもたちが、何か、学ぶことを、助ける、援助する、サポートするきっかけになればいいかなと。教師という関係から、ファシリテーターとしてね、生徒に関わりたいと思ってますね。じゃあ人生の中で一番自発的にやったことは何かということですね。今心の中から湧いてきたのは、やっぱりですね、日本からオーストラリアにやってきたというのが自発的なことだったと思いますね。私が日本にいた時に、中高一貫の学校の教員でした。はい、そこでですね、私は実は鬱になりまして、毎日鉛のボールをこう、喉の奥にこう持っているような、とても重たいような、胸が苦しいような感覚を毎日味わっていたんですね。そうしてですね、オーストラリアに行こうと思ったわけなんですね。そうすると、幸いなことに、ラッキーなことに、私の同僚とか、あるいは私の生徒たちが別れを惜しんでくれたんですね。中には真剣に行かないでとか、ここにいた方がいいんじゃないかって真剣にね、アドバイスしてくれた人もいたくらいだったんですけども、でもそこをあえて、私はいや、オーストラリアに行きますってことを言ったんですね。それ、さっき言った教えることとどう結びついているかというと、私は日本にいた時から教師で教えることをしていたわけなんですけども、オーストラリアに来るってことは私の教えること、教師としての仕事をアップグレードさせることだったんじゃないかと思ってるんですよね。もちろんそれまでの生活、日本での生活を捨てて新しい、環境に移るわけですから、それなりの一大決心があったわけで、だからこそね、そのオーストラリアでの生活をする上で、やっぱりその自分が一番大切にしてきたこと、教えることがね、アップグレードされたんじゃないかと思ってるんですね。はい、今こうしてみるとですね、ちゃんと見えてくるんですね。日本にいた時は英語教師として、日本の生徒をオーストラリアの生徒と結びつけること、そして今は日本語教師として、オーストラリアの生徒を日本の生徒たちと結びつけることに、意識を注いでいる、エネルギーを注いでいるという感じなんですね。そうすると、場所は違っても、2つの異なった国や文化や言語や歴史を持っている、子どもたちを結びつける、
そして新しい未来を想像するっていうことにね、自分のエネルギーを注いできたんだなということが見えてきたんですね。そうするとさっき一番自発的にできることっていうのは自分にとって価値の一番高いことだっていう感じで、あくまでも自分にとっての大切なことっていう風な枠組みで見てきたんですけども、本当に本当に、自発的にできることっていうのは、自分が自発的にやるっていうよりも、何かこう人生の力というか宇宙の力というか、それが自分を通して自然に湧き出てきた力というふうに言い換えられるんじゃないかと思うんですね。うん、やっぱり普通に考えて日本で鬱になって、そして新しい環境に行けば、さらにね、いろんなプレッシャーも来てですね、まあ違う文化ですからもっと苦しくなることは予想できるわけですね。でもにもかかわらず、私の心の中から、さらに心のさらに奥底から、なんとかオーストラリアに行きたいんだという気持ちが出てきてですね、まあ気がついたらオーストラリアにあれよあれよといううちに来ていたという感じですね。なんか無理やり強引に自分で、計画立ててオーストラリアに行こうというふうにね、意識的にやったというよりも、やっぱりそういうふうになっていた、そういうふうになっていたという感覚が強いんですね。はい、だから人生の中で一番自発的にやったことは何ですか、一番の強度、一番の強さを持ってやったことといえば、今言ったように日本からオーストラリアへ移ってきたことじゃないか。それは自分の意識を超えて教えることをさらに深めること、日本とオーストラリアの子どもたちをより高い次元でつなぐことをね、するために来たんじゃないかなんて思えるようになったんですね。はい、自発的っていうのは自分からというね、個人の、フレームで考えることもできますが、本当の自発的っていうのは自分の意識を超えたところから出てくるエネルギー、言ってみれば命のエネルギーと言いますかね、それに沿って動くことではないかと。やっぱり自分一人の力だったら、日本からオーストラリアに移ってくることって難しかったと思うんですよね。きっとね、躊躇したりとかね、行かない方がいいんじゃないかって思ったりしたと思うんですよ。でも当時、まあ、鬱だったおかげで、あまり自分がこう明確に意識的に働くっていうね、そういう思考回路が働かなかったので、むしろ自分の心の奥底の思考を超えた次元のね、エネルギーが出やすくなったんじゃないかななんてね、思ったりするんですね。はい。まあそもそも私たち人間にこの自由意志があるかどうかってとことも関わってくると思うんですよね。なんか最近の研究によると、まあ心理学の研究によると、人間に自由意志があるというのは、ひょっとしたら幻想じゃないかということがね、言われたりしてるんですね。つまり人間の意識が働いてこうしようと思って体が動くというのが一般的な理解ですけども、実際はなんかこう頭とかにこう電極とかつけてですね、どのような形で意識が働いているか、どのような形で行動が起こっているかっていうところを観察すると、実はなんか驚くべきことに、人間の意識がこう働く、もうすでにその前にですね、もう体が動き出しているというんですね。つまり人間は何か意識して体を動かしている、行動しているというよりも、もうすでに自分の意識の前に行動してるんだけども、その行動を後から意味付けているのが意識じゃないかっていうね、これまでの考え方と本当に逆転した実験結果なんかが報告されているんですよね。そうすると私のこう日本からオーストラリアに来たっていうのも、自分の自由意志というよりも自分の意識を超えた、意識を超えたこの力が働いてきたんだってことがすごく納得できるんですよね。逆に究極は人間の自由意志ってのはないとするならば、なんか私はもっとそこに自由が感じられて素晴らしいと思うんですよね。すべてなんか自分で考えて何かしなきゃいけないと思っていると、すごくね、限界を感じたり壁にぶつかったりしやすいと思うんですけども、なんかそれこそ、自分の意識がもともとはないんだと、それよりも前に意識が働く前に行動がもう起こせているんだというところからすると、ある意味でなんか人生に委ねるというか、宇宙に委ねるというか、そんな風にね、もっと自由に、生きられるんじゃないか、そんな風に思ったりしたんですね。まあそうですよ、自分が
何か全て考えて何かしてるっていうのはね、非常に表面的で狭いレベルの人生の生き方じゃないか。実は私たち自分意志だけじゃなくて自分自身っていうのも実は幻想じゃないかなんていうこともね、やっぱり、仏教なんかも多少かじってみると見えてきたりするわけなんですね。やっぱり自分と思ってるものは幻想であって、それは仏教の言葉で言うと縁起、つまり、物と物と何かと何かとの関係性でしかないんだと。でもともと人間という字は人の間って書きますよね。それが人間の本質だとすると、我々が自分だと思っている個体ってのは本質ではなくて、人間と人間との間、つまり空間というか空というかね、そこが本質だっていうことが見えてくるわけですね。ちょっと話が広がりましたけども、まとめると、やっぱり人間の自分の自由意志というところを超えたところで人生の力が働いていて、その流れに乗るかどうかによって、人生が大きく変わるかどうか。本当の自発性というのは、そういった自分の意識や思考を超えた次元にアクセスして行動することじゃないかと思うんですね。はい、今日はビッグトークカードの中で、あなたが人生の中で一番この、自発的にやったことは何ですかということから、人間について、自由意志について、その思考を超えた自由意志を超えた力について、考えてみました。あなたもぜひね、同じ質問について、考えてみてください。何か新しいことが見えてくるかもしれません。はい、今日もありがとうございました。オーストラリアより愛と感謝を込めて、野中恒裕でした。では、失礼します。はい。